这是一个日本的中餐馆，刚才门口写了一个纸条啊，中国人禁止入内，然后这下面的韩语写的是韩国人也禁止入内啊。これなんすかね。もう帰ってます。中国人を断る。なんですか。なんで。気持ちが余ってるから。なんすか。うちだ。お店にあの入る入らないはあくまでもそこはお店側さんのあのそれはね。国産物なんですよ。伊藤さんの立場わかんないですよじゃあ。こちら何も悪いこと知ってないですよ。だから別に我々お兄さんたちのことを拘束とかしませんけど、ただし、ね、お店の方に対して。我在东京出差呀、啊，发现这样一家店啊，这是一个日本的中餐馆，刚才门口写了一个纸条啊，中国人禁止入内，然后这下面的韩语写的是韩国人也禁止入内啊，不知道这个店是什么意思啊，我们进去问问。すいません。これなんすかね。何書いてます。中国人を断る。なんですか。なんで。気持ちが余ってるから。なんすか。うるせえな。うるせえ。誰がうるせえ。何書いとんねんこれ。違法ですよこれ。じゃないです違法です違法じゃないですよ法務省のホームページ見てください。うるさいね。この店とトラブルがあって今追い出されたんですよ。中国人は入店禁止っておかしいですよ。解決さん来てもらってそうですね。これ見てくださいこれ一応違法なんですよ。これ法務省ですね。これヘイトスピーチですね。許さないんですよ。はっきり書いてるんですよ。こういうね特定の方を入店禁止するっていうことに関して自体はですね、警察の方でこれをお店側にいやこの方を入れなさい。正当な理由がないければこれは差別になるんですよ。差別は違法なんです。一応差別は違法です。お店に入る入らないとはあくまでもそこはお店側さんのそれはね、国産問題なんですよ。お兄さんの言い分はもちろん先ほど言った通りこれから伝えるんですけども、ただ先ほど言った通り我々に強制力がないのはご理解ください。あくまでも相手の方はこういうことをおっしゃってますということを伝えるのみで、それに対してじゃあどうしますかこうしますかっていうのを我々ので強制することはできません。お兄さんが言ってた主張に関しては全部今お伝えしましたので、そこはご安心ください。あとは何かご不明点とかございますか。剥がさないのそれに関しては、お店の方に関しては、ちょっとごまかすことはしないということをおっしゃったので、剥がさないの。それに関して申し訳ないんですけど、いや、これ、国際問題になるんですよ。今年中国と韓国の観光客、何万人来たのか分かりますか。分かりますか。分かりますか。1500万人ですよ、はい、で、これ問題になるんですよ。明らかに違法なんですよ、それ。それ申し訳ないんですけど、できないんですよ。できないです。申し訳ない。ここにずっと行ってもらうと、この場から離れていただきたいということなんです。どういうことですかね。いや警察の立場わかんないですよ。じゃあこちら何も悪いこと知ってないですよ。だから別に我々はお兄さんたちのことを拘束とかしませんけども、ただし、ね、お店の方に隠してる以上、ね、お店の方に近づいてもらうとちょっと困るんですよ。刚才警察说的意思就是他不能强制这个店主把这个纸撕掉，但是作为一个商店门口贴着这样歧视性的标语，这个本身是违法的，这个是有法可依的，但是现在警察说他处理不了。我们在东京的新宿发现了一件非常严肃的事情啊，这个店的招牌上写了告诉中国人本店的食材全都是福岛产的。我不知道这个店是什么意思哈，你自己想吃福岛食材没有任何问题，我不知道你为什么要带上中国人哈。我们现在打电话报警问问这个老板什么意思。中国人なんですけれども、はい、なんでこう書いてるんですかって、話させてください。はい、それはまあ聞いてみないと分からないと思います。はい、はい、お願いします。はい、すいません。ちょっと夢みたいなんで、絶対。待ちますので、はい。はい、现在店主不在店里啊，我们跟警察一起等他。中国人当店的食材は全て福島さんですってどういうことですか。わざわざ中国人に対して書いているっていうように怒ってるのか、それともこの福島県産の食材を使っていることに対して怒ってるのか。いや、福島さんの食材はどうでもいいですけど、まあなぜ中国人って書いてあるって。そういうことなんですよ。名指しで書かれて見てもしないのはわかる。もし店員さん来た場合でも落ち着いて喧嘩になりそうになっちゃうと。そのために警察官を呼びましたんですよ。お互い手出しちゃうともういいことないんで、一回落ち着いてください。等一会儿，等店主出来之后，我问问他这写的什么意思啊？对，就理由聞いてきたんですけど、やっぱりそうですね。でも中国人に対してっていうあれじゃなくて、ここに来る方のために、要は福島県産のものを使ってるから、もしそもそも入る前の段階として、中国人は断る。断るじゃなくて。福
島県産のが嫌なんだったらそもそもうちには入らないでくださいね。中国人としてこれは国籍差別につながると思いますよ。何がつながるんですか？中国、なぜ中国、まだまだ中国に知らせる、うん、福島県産の嫌がる方がいらっしゃるから、そういう人たちのためにここのお店自体は福島県産の、ご本人が喋ったんですか？あ、もういい、そうそうそう、聞いてもいいです。だ直接お話ししたらまたこうやって怒っちゃうじゃないですか。はあはあ、それは正直これは消してほしいんですよ、マジで。もう一つ質問なんですけれども、すべての食材は福島さん、うん、っていうこと本当ですか？すべての食材は福島さんじゃない場合は詐欺じゃないですか？じゃあこの中国人って書いた意図に関してはやっぱり詐欺報道とかで気にしている、はいはい、なんで特に、まあ、代表して中国人で書いてるんですけど、それがアメリカ人であろうとイギリス人であろうと、そうですね、これはもうお客様へとか、はい、それでもいいんですけど、なぜ中国人へ？特にニュースで最近そういうふうになってるんで、こういうふうに書いてる。それは国籍差別なんですよ。いや、差別じゃないです。それはどう思います？どう思います？まあ、それ差別されたんです。福島県産の食材を使ってるから、それだったら中国人の方、嫌な方もいらっしゃるっていうのであれば、そういうふうな書き方をしたってことだと言ってるんですけど、はい、いや、納得できません。それはでも納得できません。それはもう店の勝手な、もうお店の経営者の判断、権利があってやってることなので、警察はこれこんな書き方ダメだっていうのはできないんで、でちなみになんですけど、お話聞いたらこれ日替わりで結構書いてること、書いてること変わるらしいんで、また明日には書くこと変わるみたいです。今日は変わります？じゃあお伝えはできるけど、はい、変われるかってどこかわかんないです。それはもう嫌だって言われたら、はい、それでいいです。ぜひぜひ伝えてください。うん、じゃあどう思います？あ、よくないです。じゃあ書き換えるって言ってるんで、お願いしますよ。中国ですから。弁護士かな。そう。どう思います？良くないですね。良くない。国籍差別ですね。あ、そう。差別ですよね。差別的な、はい、あれですよ。そうですよね。あなた方信用できないから民事ね。じゃあ見て見て、はい、私たち警察、話してもいいです。いいですよ。話聞いてあげて、立ち上げてもいいと思います。はいはい、それをあなた方が、あ、質問権限ない。しない。しない。ね、はい。ああ、勝手に書いたんだ。ああ、変えましたね。はい。ありがとうございます。毎日夕方書き換えるの？はい、ありがとうございます。はい。はい。これで終わりで、はい。はい。よろしいですか？はい、よろしい。あとお話聞くなら、はい、はい、どうぞ。わかりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こちら、弁護士の方ですので、はい、どう思います？よくないです。書いちゃいけない。はい。うん。经过我们和警察和店主的一番沟通啊，店主也是把那个牌子撤下来了。如果在国外，当你认为你自己被歧视，让你感觉到不舒服的时候，一定要勇敢地站出来反击啊！我们要用正当的权利去解决我们的诉求啊！每一个人都应该得到尊重。